ブルック・アリソン・ブローダックは、ブルッカースの名前で知られるアメリカ合衆国のビデオ作家。YouTube 上で見入らされて、主流メディアから契約の申し出を受けた最初のパフォーマーであるとみなされている。2006年、ザ・ニューヨーカーは彼女を最初のリアル YouTube スターと呼んだ。彼女が YouTube にショートコメディのビデオ投稿を始めたのは2005年の秋からだった。 2006年6月には元 MTV の VJ で NBC の深夜番組のホストを務めるカーソン・デイリーから18ヶ月間の育成契約を求められた。彼女は2006年7月29日付のウォール・ストリート・ジャーナル誌に掲載されたニューメディア・パワー・リスト上でクロスオーバースターと呼ばれている。2006年8月から2007年4月まで彼女は NBC が提供 デイリーが主催する新しいビデオ投稿サイト、いっつゆあしょういっつゆあしょうで、看板役を担い、ここで定期的に自身のビデオを披露していた。2007年5月より、ブローダックは彼女自身のウェブチャンネル、ブルックブローダック TV ブルックブロータック TV を始めたが、これはデイリーも創立を援助した新しいソーシャルネット、サービスサイト、m e t v m e t v から申し込まれたことによる。 ブローダックはビデオを自ら演出し、編集し、また出演もする。ほとんどの作品が彼女の住むマサチューセッツ州ホールデンの自宅と、その近辺を舞台に作られてきた。ニューヨーカー氏が彼女のビデオを総称して、反抗的無鉄砲と呼んだこともある。集計してみると、彼女は YouTube で3200万以上もの閲覧数を一人で稼ぎ出したのだった。最も人気の高いビデオ、 フレイズの沼ファンは600万回以上も閲覧された。別のビデオ、チップスは、ポテトチップスを食べるか否かについてのサスペンスドラマだが、エンターテインメントウィークリー氏から、輝かしい出来と評され、YouTube の歴史に生じた偉大な瞬間と題された、リストの中に書き入れられた。ブローダックは2006年12月6日のザ・タイラ・バンクス賞での学生ビデオコンテストに、審査員として出演した。 また、2007年2月には、ベアネイキッドレディースのミュージックビデオ、ザ・サウンド・オブ・ v ア・ボイスに登場した。ブローダックは時折、ビデオブロガーと呼ばれるが、実際の彼女は、ビデオブログの流行について批判したりパロディの題材に、している。例として、V クロックシリーズや作品ラン・オブ・ザ・ミルがある。ありがとうございます。